始めました。プリトチャンネル。アコキング。おでこ。今日はとある方に呼び出しをされました。何でしょうか。誰でしょうか。俺だ。今日は世の中の真理を君たちに解いてもらいたい。知力と体力、どっちが強いのか。おお。よく言われるやつだよね。前にもやりました。知力 VS 体力。水戸先生という高学歴芸人と重量級三重士が戦い、はい、やりました。見事体力が勝ちました。やったぜ。確かにお団子さん、はい、パワーありますよね。パワー男です。僕は体重が88。はい、嘘だ。この人嘘ついてる。最近もっとちっちゃくなってるはずです。そんなわけない。大食いキャラなんだから。悲しいよ。そう言われたら体力一番。はい、そしてアゴキングさん。はい、知力何か自信ありますか。はい、一応4台出てますから。おお。今回の競技をちょっと発表してもいいでしょうか。本日やるものはこちら。知恵の輪。知恵の輪。おお。はい、知恵の輪。知恵で解くか力で解くか、どっちが早いのか決めましょう。なるほどね。もしですよ、バカ力の男が、はい、もう無理やりやったら知恵で解くより早いんじゃないかっていう。なるほどね。おー、いいですね。そのね、勝負が見てみたい。じゃあ今回パワーが団子さんで、はい、知恵が私。そういうことです。でですよね。はい、結局これガチガチの鉄なんで。そうそう、パワーがあってもやっぱ結局取れないですよ。そうなんですよ。ちょっと不利かなというところがありまして、なので最強の武器も渡します。え、イエーイ。武器あり。こちら。わー、めちゃくちゃ強そうじゃん。やったぜ。知恵はもう本当に力を抜きで。なるほどね。知恵だけで解いてもらいたい。はい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 。やっぱり真剣にやってもらいたいので。いや、やりますよ。 もちろんやります。やります。うん、真剣にやります。信用できないので負けた方はビリビリ。うわ、もう。知恵の輪が8個ありますね。はい、1対戦ずつ知恵の輪でやってもらって、負けたら1ビリビリ。うわ、1対戦ごとに。はい。えっ、いじゃん。先に5ビリもらった方が10ビリです。やべえ、とんでもない企画だった。トータル15ビリ片方は。え、かー、やばすぎる。5以上だったらもう勝ちなわけですよね。そうです。なんかあるんですか。勝ったらですか。はい、優勝者は誇りです。誇りじゃねえや。いらない。よろしいですか。はい、それでは知恵の輪、体力と知力勝負、いってみよう。第1対戦。はい、お知恵の輪はちなみにやったことあります。準2級です。準2級。はい、知恵の輪検定準2級です。あるの。すごい、はい、あるんだ。ありそう。嘘だとしたら失格ですね。いや、嘘です、すいません。はい、手を出してください。え、もう来るんですね。よーい、スタートでいきますんで。もう来るんですね。行きますよ。はい、よーい、スタート。よっしゃ。無事。何これ。え、これ取れんの。本当に意味が。え、ムチムチムチ。キングはこの知恵の輪ですね。いや、小団子はこの知恵の輪です。え、ちょっとね、やってください。素手じゃ無理ですね、これ。いや、いけるよ。あー、やばい。できた。はや。今の何。待って待って、今の何。爆発。こうやってなんか両方グルンってやったらプリンってどっか行きました。小団子の勝利。うわ、余裕だぜ。知恵の方ビリビリ。やだ。それ書いたらショックきますんで、どうぞ。怖え。最悪だ。早くね。びっくりした俺も。正直もう僕どこを広げて外そうとか考えてなかったです。なるほど。とにかく両端を両方をグルンって曲げただけ。テンパっちゃってた。落ち着かないと。それでは第2対戦いきたいと思います。これ4負けでもう終わりなんですよね。4負けでどんどん。あ、まだある、まだある、まだある。今の知恵ですか。知恵の人の喋りですか。バカでしたよ。あなた体力やりますか。振り油断させてるわけです。やっぱ、なるほど、そういう作戦なんですね。だから言わない方がいいよ。それではいきます。よーい、スタート。よっしゃ。もう何か分かんないけど、とにかくこれはそれぞれの力を生かして、どちらが勝つか。うわ、使いにくい小道具が。はい、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 の勝利。よっしゃ、よっしゃ。知力爆発。うわ、ちょっと悔しいんだけど、掴むのでまず時間かかったよ、俺。ビリビリ来たよ。また初めて見るやつ。はい、どうぞ。これライターですね、多分つけようとしたらビリビリ来るのと思いますよ。わあ、怖い。います。
見えた、今見えた、俺ブーってなったの見えた俺。嘘、自分じゃなってない、なってない、もうコツ分かった、もう今もう完全に順に決まりました。第3対戦2人とも1勝ずつしました。よっしゃ、いい勝負、いきますよ、はい、スタート。え、細い、え、え、嘘やん、嘘やん、こんなの。どうやったらいいの。おおお、いっちゃった、ちょっと、これは、これは分かんねえ、これパワーは使ってるような気がする。これ初めて見ました。お、グーグーいってる。どうやったら、同点。こんなことある、できちゃりんの。こんなことある、二人とも素晴らしい、いい戦いですよ。それじゃあ、ルールブック書いてありました、それ。俺はない、書いてなかった、書いてなかった、そこだけ切り取られてました、はい、なんてね、なんて。あ、びっくりした、頼むよ、ですよ。同点の時はこの人にやってもらう、なんでだよ。ちょっと、せーので解くだろう。あ、確かに、ダメです。第4対戦カモン、レディーゴー。ちっちゃ、難しい、なにこれ、うわー、つかめねー、うわー、つかめない、これ。やっぱやり、ものによって難しさがあるんだね。そうなんですよ、勝ちたい、だいぶ回してはいるか。うわー、もうくるくるしてるもんだって、これどっちをどうやって、もっとこれは苦戦しているようだ、わかんねえやり方が。これを勝った方がリードします。あー、イライラする、イライラする、イライラする。工具の、あ、取れたー、青木の勝利。いや、これは無理だわ、難かったな、これは。いや、これもめっちゃ難しかった。よし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 、ビリビリ、どうぞ。あ、フェン出るんだ、すごっ、あれ出なくなっちゃった。もうやだよ。はい、リードしましたよ、はい、すいません、ありがとうございます、ありがとうございます。途中結果、2対1です。次取ったらだいぶでかい、やばいじゃん。それではいきたいと思います。いきます、レディーゴー。え、なにこれ、それぞれ負けらんない、特殊は知恵の輪です、それぞれ。え、こんなの回すわけでいいんじゃない。違った、体力バカ、負けらんねえんだからよ。うわー、負けらんねえんだから、素晴らしい。え、なにこれ、アゴキングビリビリ、やったぜ、マジで、くそ。入ってる、入ってる、いやこれやばい、これ強い、これ強烈。じゃあこれでいきましょう、もうやだよ、これ2-2ですか。2-2になりました、やべえ、よし、いい勝負、めちゃくちゃいい勝負。第6対戦、そういきます、レディーゴー。あ、いけそう、なんかいけそう。うわ、これはなんだよ、いけない、難しかった。お互いそれほど複雑じゃないですよ。おー、大丈夫、ガボリーナー、うわ、お勝利、ガボリーナー、取れた、取れた。わずかの差でお団子勝利です。やべ、追い込まれてしまうな、一気にリード。はい、またこれ3つしかないんです。ヘビローテ、ヘビローテ、グッド、ずっとですよ。あ、来ない、壊れた、弱くなりました、もっと、え、壊れた、あ、壊れた、これでいいですね、もう。やめました、今の。ああ、ちょっとだけ、ちょっとだけ、もうライターの対戦ライターがもうバカすぎて、え、もう一度雷を打たれてる、もう全然大切だ。次はライターいきますからね。いや、次も負けませんから。最悪だよ、中ビリビリで。大事な対戦、はい、ここで僕が取っちゃえばもう勝ちだね、勝ちってことですね、勝ち確。あなたが逆に取んないと負けです。俺は取らない、絶対取らないと。それではいきたいと思います。全集中、関係ない、全集中しなくていいですか。水面切り、マカコサッと動きは行きます。はい、レディー、勝つ、ゴー、勝つ。お互いシンプルだと思います、スピード勝負だと思います。うわ、俺、俺はもう勝利、早すぎる。あの、一個疑惑があって、遅延で解くパターンでできちゃったパターンあります、今。こうやってやってた、こうやってグニ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 やってた、遅延で解くかもしれない。優勝者、お団子。やばい、ドゥ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 。それでは、カゴキング、今回のビリビリ、どうぞ。やれや、なんすか、動かなくなっちゃった。もともと得意なのとかじゃないから、動かなくなっちゃった。いきますよ、はい、せーの、
ちょっと疑わしいですね。疑わしいです。本当に壊れてるかどうか確かめてみて。本当にこんな感じになります。ちょっとなんか汗かいてるけど燃え移んないかな。今のこそ疑わしきよ。あーとか言ったらいいんだよ。それではこの動画面白かったです。びっくりした。待ちなさい、ビリビリ6人兄弟。多いなー。アゴキングには10ビリビリやってもらいます。よいしょ。それではライター10回使ってください。長男なんで。長男はもう高校も行かずにバイトです。10連勤。あの端から1個ずつライター5回で。なるほど。10でいきましょう。いいですか。いきますよ。はい、いきます。せーの。あー、お前がこれでも弱いんすよ。2。これ意外とくるんだよな。あー、ほんとにくるんだよ。大丈夫。壊れてる。もうなくなっちゃった電池は。4ですよね。いや、3。えダメですよ。いいですよ。あ、おまか。これで4。やばいよこいつ。6回は。いくぜ。5。あ、6。あ、7。あ、8。汗がきた。あ、もう9。ラスト。まだっすよ。これで9。ラストってことですよね。念のため、素材のため2回やめろ。2回ラストパターン。やめろ。次でラスト。あーもう終了。はい、ということで知恵のは結局力で解いた方が早いんじゃないかということで結果を聞きました。それでは2人の戦いが見応えたっぷりだったと思った方は高評価、チャンネル登録お願いします。それではさよなら。力が一番じゃい。手が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